はい、皆さんおはこんにちばんは、ラニです。今回もイブ実況プレイ、少女と旅するストレンジャーミュージアム、パート7やっていきたいと思います。前回は、このメアリーが行動を一緒にするというところで終えましたね。はい、それじゃあ早速続きをやっていきましょう。あ、怖いもう初っ端から怖いんですけれども、こんにちは、黄色さんはい、じゃあ行こうかな。争いの矛先、花は大丈夫なので。あ、イブ、下の通路に花瓶があるわ。念のために寄っていきましょう。あ、寄っていかなきゃダメなんですね。水の入った花瓶がある。これは前回なんですけど、行けた方がいいのか、ま、行けないで行ってみましょう。あダメみたいですね、ダメみたい。はい、行きましょうバラの花が元気になった。花瓶の水がなくなってしまった。そういえば私とイブにもバラがあったってことは、もしかしてメアリーのバラもあるんじゃないかしら。うん、持ってるよ、黄色いバラ。あら、ほんとね、二人ともしっかり持ってるのよ。なくしたりしたらダメよ、誰かに渡すのも危ないからね。それから、わあ、イブのバラは赤なんだね。私のバラは黄色だよ。黄色好きなんだけど、ピンクも好きなんだ。あと青も。人の話は聞きなさいよ。はい、ということで、そんなにいろいろバラの色があるんですかね。赤と青は聞いたことがあります。動物の森とかでもなんかいろんな色出てくるんですけど、見てみたいですね。一体どちらが正しいのか、何を意味しているのか、ちょっとわからないんですけど嫉妬深き花。こっちは開くのか、鍵がかかっている。あ、入りましたね。うさぎちゃん、赤色の目。たく、この絵といい、部屋といい、なんでこんな気色悪いのよ。気色悪くはないですよね、うさぎちゃんだし。そうかな、可愛いと思うけど。これのどこが可愛いのよ。そうかな、イブはどう思う。可愛いんじゃないですかね。そうだよね、やっぱり可愛いよね。あ、もういいわ、早くここ出て調べましょう。あ、間違えたここ調べて出ましょう。この部屋なんだか見られてるみたいですごく落ち着かないわ。まあ確かに、皆さんっていうか、うさぎさんこっち見てますけど。深海、あまりに精神が疲労するとそのうち幻覚が見え始め、最後は壊れてしまうだろう。そして厄介なことに、自身が壊れているのを自覚することはできない。なんか、うわっびっくりした、びっくりした。まあもう、うさぎの置物が割れている。破片の中で何かが光っている。紫の鍵を手に入れた。はい、ということでね、うさぎさんにもビビっちゃいましたが、はい、進んでいきましょう。絵の中から物音がする。何この音、近づいてくる。なんか出てきた。地面から何か出てきた。なんかまずいわ、みんな絵から離れて。イブ危ない。何これ、イバラ。二人とも大丈夫。あ、びっくりした。イブは怪我とかしてない。大丈夫です。よかった。それにしてもこれ邪魔でそっちに行けないんだけど、折ったりできないかしら。って何これ、石でできてるわ、この植物。石のようには見えないんですけど。どうしましょう。ねえイブ、さっきの部屋で鍵拾ったよね。その鍵でそこのドア開けられるんじゃない。もしかしたら違う部屋にこれを壊せる道具があるかもしれないよ。ねえ、見てきていいよね。でも二人だけで大丈夫かしら。大丈夫よね、イブ。どうした方がいいのこれ。別れたくないな。でも別れないとしょうがないですよね、一緒に行けないから。
大丈夫だと思う。ほらイブだって大丈夫って言ってる。うん、そうそう。じゃあちょっと見てきてもらおうかしら。でもいい？何もなかったらすぐにここに戻ってくるのよ。どうするのかはその後改めて考えましょう。うん、わかった。それじゃあ行こう。はい、ギャリーさんと離れ離れに。気をつけるのよ。あー、ギャリーさん気をつけてね。紫の鍵を使った。あー、また象がいっぱいいるな。これもうほんと黄ばんだ画用紙が入っている。いろいろな画材が詰め込んである。何か役に立ちそうなものないかな。あ、箱の奥にパレットナイフがある。これであのツル削れないかな。へー、でも石ですよね。石ですよね。さすがにパレットナイフじゃ無理なんじゃない。そうだよね、やっぱりダメか。でも一応これ持っていこうかな。念のためね。念のため、危ないからね。誰もいないのに人の気配がする。この椅子持っていきたいけど床にくっついて離れないみたい。固定されてる感じですか。よくわからないもののデッサンがある。よくわからないもの、よくわからないもの。使い古してある筆が入っている。うん、あんまり役に立ちそうなものないね。一旦ギャリーのところに戻ろっか。え、もう停電多くない？停電多くない？節電とか言われてるけど多いよ停電。わあ、何？びっくりした。え、象動い動きましたよねあれ。あれ出口が、なんで移動してるの？さっきは壁際にあったよね。どかそう、イブ。どかそう。どかしましょう。押せ押せの。てんてんてん。はあ、ダメだわ。びくともしない。イブ、どうしよう。出られなくなっちゃった。ギャリーさんがいればどかしてくれるのに。自分たちだけでは動かせない。いろんな種類の絵の具が入っている。赤の絵の具だけなくなっている。血のりとかそういうのに使ったんでしょうか。頭が内臓がある。仕方ないからこっち行ってみようよ、イブ。え、なんか転がってきた。何あれ。わ、また人影。またバンバン来る。何窓がある。あー、また叩いて。あ、でもでも最初にビビったんでちょっとあれなんだっけ、免疫がつきましたね。赤い何かが潰れている。何転がって、何これ何これ。ピエロの花。え、もういちいちビビる、いちいちビビる。ゆうぶ、君に楽しんでほしいから。いっぱい大人のいない楽しい世界へ一緒に行こうよ。お友達も一緒だよ。お友達はギャリーさんとメアリー。はあ、あ、なんかね、パチパチしてる。かわいいかわいい、ちょっとかわいい。これはどうするんだ。これは何。ギャリーはどうしてるかな。置いてきちゃったけど、あ、これでギャリーさん視点に変わるんですね。てかギャリーさんの花が、花うん、バラの花が銃なんですね。てんてんてん、遅いわね。何かあったのかしら。イブ、メアリー、聞こえたら返事して。ダメね。あ、やっぱり二人だけで行かせるんじゃなかった。どうしましょう。あの部屋調べてみようかしら。あんまり入りたくないけど、あんまり入りたくない。確かに入りたくない。え、うわ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 ー、怖っ、怖い。え、ちょっと待って。ふう、はい、すいません、ちょっとカット入れましたかも。はあ、平常心を
取り戻すのが大変です。はい、行きましょう。不気味な部屋。何これ怖い。さっき見たってことは精神が崩壊してるってこと？赤色の目、何回見てもこれが可愛いだなんて思えないわ。確かに何も起きない。あーもう怖い、絶対何かしなきゃいけない。この緑の調べる感じですか。めぼしいものはないわね。ん？あ、動いた。あらま、動いたわ。なんでさっき気づかなかったのかしら。まあいいわ、ここから出られそうね。出てみましょう。はあ、もうドキドキです。出口なんてない、理由なんてない。なんでしょう、この三角みたいなのがあります。あ、この赤いやつで多分、イブ視点に戻るんですね。よく見たらバラの形っていうか、バラの絵ですね。鍵がかかっている。これはうーん、直感で運ゲーか。天井から紐がぶら下がっている。ある。ああ、さっきのパチパチしてた目が下がりました。あ、もしかしてこれ一発 OK なんじゃない。やばい、今日冴えてる。ということで、イブに進んでいってもらいましょう。踏んでもいいかな。イブ見て、通れるようになってる。通っていい？いいって、ありがとう。あ、かわいい、かわいい。中で何かが動いている。イブ、この箱開けるのやめとこ。はい、やめましょう。え、何これ。うわー、また真っ暗っぽいところに。ねえイブ、ちょっと聞いていい？ギャリーってイブのお父さん？違うよ。違いますね。ふん、じゃあお父さんは別にいるのね。そっか、イブのお母さん優しい？優しかったですよね。へえ、いいな。早く両親に会いたいよね。私も早くここから出たいよ。そうですね、出たい。もう怖い。ねえイブ、あのさ、もしここから出られるのが二人だけだったらどうする？へえ、二人だけだったら？ちょっと選べないでしょ。3人で出るとこ無理なの？どうしよう。出たいけど自分以外に譲ります。いいのイブ、そしたらお母さんに会えなくなっちゃうんだよ。きっとすごく寂しいよ。そんなこと言わないで一緒に出よう、約束だよ。うん、もう3人で出ましょう、ちゃんとね。こういう怖いところからは早く出ましょう。はい、ということでまた新しいところに来ましたね。絵が動いてる。釣り人、誰もいないね。いませんね。わあ、マネキン出た。マネキン、傘をなくした乙女。傘をなくしちゃったんですか。机の上に何かがある。木の鍵を手に入れた。いただきます。マネキンには触れたくないです。ここか。あ、鍵がかかっている。これまた唇じゃないですか。告げ口、何を告げるんですか。天の糸。あー、なんか私にももう何でもないです。もう個性の基盤に。あれ、これ美術館にいなかったでしたっけ。鍵がかかっている。なんだろう、これ名前を入れればいいのかな。あー、またこういうやつですか。わかんないです。あ、そうだ、星。何も起こらない。はい、ちょっとわからないんで。ここは何、ここ色がない。あ、言われてみればイブちゃんも白黒になってますね。色がない。本当だ。パレットと筆が浮いている。
誰かいるみたいだね。こんにちは、こんにちは、いや、こんばんは。じゃあ一回ギャリーさん視点に戻りましょう。ということで、あとは何をすればいいんだ。鍵がかかってるし、これ天井から紐が下がっている、引っ張る。あー、これタイルのとこでやられましたね、私。トラウマ、トラウマ。いや、何よこれ、これじゃこれ、え、あ、嘘、やだ、電気のスイッチなの。あー、電気はえらい上にあるんでしょうか。見えませんね。あー、よかった、つかなくなると思ったわ。じゃあこれは天井から紐が下がっている、引っ張る。いやから赤い液体が流れている。ほんとやめて、こういうの。もうほんとやめて、こういうの。天井から紐が下がっている。あー、もうやるんじゃなかった。じゃあ何すればいいの。はい、ちょっと積みましたね。はい、ということで、はい、一旦ここで区切りたいと思います。はい、では皆さん、ご視聴ありがとうございました。イブ実況、少女と旅するストレンジャーミュージアム、実況者はラニーでお送りしました。じゃあ次回もよろしくお願いいたします。それでは失礼します。